ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。魔理沙今日もおでんよ。まったくまたおでんか霊夢。だって暖かくなる前に食べないと美味しくないじゃない。まあ暖かいものは寒い日に食べると美味しいからな。それでからしはつけないのか？だって辛いのよ、からしは辛いのよ魔理沙。でもからしは体にいいんだぜ霊夢。そうなの、じゃあ今夜はおでんにからしをつけるわ。ゆっくり健康食品解説。というわけで今回はからしの栄養について解説するぜ。おでんにつけて食べるわよ。からしはからし菜という油中の植物や、その近縁種の獅子を使った香辛料なんだ。からし菜の獅子はそのままでは辛くないんだが、すりつぶして水で溶かすと辛くなるんだぜ。種から作られているのね。なぜ水で溶かすと辛くなるかというと、からし菜の獅子にはシミグリンという成分が含まれていて、種の中に含まれている酵素、ミロシナーゼが水と反応し、シミグリンがイソチオシアネートという辛味成分になるんだ。このイソチオシアネートはわさびや大根に含まれている辛味成分でもあるんだぜ。じゃあからしを使うときは粉末じゃなくて水に溶かさないといけないのね。それでからしには和からしと洋からしがあり、和からしはさっき説明したイソチオシアネートが発生するんだ。そして洋からしは水と混ぜると、パラヒドロオキシベンジルイソチオシアネートという辛味成分になり、この成分のおかげでマイルドな辛味になるんだ。それで辛味がマイルドなため料理に多くつけられて食べられているんだ。よく西洋の料理に使われるんだぜ。それで洋からしって聞いたことないわ。洋からしはイエローマスタードやブラウンマスタードという辛子などが使われていて、お酢や砂糖などを加え作られることが多いんだぜ。洋からしは種をすりつぶす工程で、すべての種をすりつぶさずに粒々を残したものもあるんだ。あ、あの粒々ってすりつぶさずに残ったものなのね。あの粒々も好きよ。じゃあマスタードは聞いたことあるかレイム？聞いたことあるわよ。ホットドッグにはケチャップとマスタードよ。マスタードは英語でからしという意味と、洋からしにその他のものを混ぜた調味料のことを指すんだ。ホットドッグによく使われるマスタードはイエローマスタードといい、からしにターメリックが加えられ鮮やかな黄色となっているんだ。ターメリック、カレーに入れるスパイスよね。そうだな、イエローマスタードはマイルドな辛さであり、お子ちゃま舌なレイムでも食べやすいんだ。私のどこがお子ちゃまよ、私は和からし平気なんだから。他にはハニーマスタードという辛子に蜂蜜を加えたマスタードがあり、チキンなどの肉にかけて食べるんだ。蜂蜜を入れてさらにマイルドになっちゃうわ、はぁはぁ。やっぱり霊夢はお子ちゃま舌なんだぜ。一方は辛子はオリエンタルマスタードという辛子から作られ、辛味が強いので料理にちょっとだけつけるといいんだ。よく使われる料理には和食や中華だな。おでんに中華まん、ちょっとだけつけて食べると美味しいわ。あとは豚の角煮にもブヒブヒー。全くうるさいんだぜ霊夢は。そして本からしというものもあるんだ。本からしとは和からしと洋からしを混ぜ合わせたもので、混ぜ具合で辛さを調節することができるんだ。霊夢ブレンドで最高の本からしを作りたいわマリサ。失敗して食べれなくなるからダメなんだぜ霊夢。次はからしの歴史について解説するぜ。からしのうちブラックマスタードは中東のレバノン原産、イエローマスタードは地中海原産だとされているんだ。これらは洋からしに分類されるんだぜ。からしは有史以前から利用されていた跡が見つかっていて、エジプトや中国の洞窟から獅子が見つかっているんだ。エジプトでは粗挽き胡椒のように潰して利用していて、古代ローマでは蜂蜜やお酢を加えて肉のソースとして食べられていたんだ。古代ローマが現在の食べ方を発明したのね、ははぁ。それから中世ではからしは貴族、業界、富裕層の間で、香辛料としての地位を確立したんだが、主に湿布薬などの薬用として使われていたんだ。美味しいのに食べないなんてもったいないわ。でも17世紀になるとフランスでからしの獅子から油を絞る技術、イギリスで粉末化の技術に成功し、からしが食べられるようになったんだ。それで洋からしはそのまますりつぶすと、油とその他の成分が混ざって粉末化ができないんだ。でも油を取り除いたら粉末できちゃうわ。霊夢も絞ってほしいんだぜ。粉末化ができるようになると、保存や運送が簡単になりからしが普及していったんだと考えられるんだぜ。日本で洋からしが入ってくると、ブラックマスタードと油菜が交配した結果、和からしが誕生したとされているんだ。現在でも河原の中に生息しているんだ。早速狩りに行くわよマリサ。霊夢間違って毒のある草を取る可能性があるから危ないんだぜ。お店で安全なものを買うんだぜ。私がそんなことするわけないじゃない、冗談よ。絶対冗談じゃないんだぜ。それで鎌倉時代まではからし菜の獅子ではなく葉が使われていて、
1489年にからし菜の種が記述された書物があることから、この時期頃に現在使うからしが食べられるようになったとされているんだ。もしかしたら今でもからしの葉を食べていたのかもね。でもやっぱりおでんにはからしよ。次はからしの栄養について解説するぜ。はい、マリサ先生。からし大さじ1杯 18g あたりのカロリーは 57kcal で、タンパク質は 1.06g、脂質は 2.61g、炭水化物は 7.22g なんだぜ。それでからしに多いビタミンミネラルには塩分しかなかったんだ。塩分だけなのね。塩分が多かったら血圧上がっちゃうわマリサー。それじゃあ余分な塩分を排出してくれるカリウムを摂取しないといけないな。カリウムが多い食品には野菜よね野菜。じゃあからしレンコンがおすすめだな。からしレンコンいいわね。からしレンコンは、味噌とからしを混ぜたものをレンコンの穴に入れて黄色い衣で揚げた料理なんだ。からしレンコンの誕生の由来は、初代熊本藩藩主である細川忠俊がレンコンを食べず、レンコンは泥の中で育った不浄なものと考えていたんだ。レンコンは泥の中で育つからね。それで玄徳和尚というお坊さんが病弱な細川忠俊にレンコンを食べさせて体を強くするために、美味しいレンコン料理を考えた結果生まれたのがからしレンコンなんだぜ。早くからしレンコンを食べたくなってきたわマリサ。でも油で揚げてるからカロリーが。それならからしレンコンじゃなくて茹でた野菜をからしやその他調味料で和えた料理にするといいな。もやしを使ったら節約できるんだぜ。もやし、美味しくて体に良くてお財布に優しい、最高の野菜よ。野菜のカリウムで高血圧予防なんだぜ。またからしと味噌を混ぜたからし味噌サラダにかけるのもいいな。からしは野菜と相性がいいわね。そしてからしの辛味成分がイソチオシアネートと解説したんだが、この辛味成分が体にいいんだぜ。からしはやっぱりあの辛味が美味しいわよね。このアリルイソチオシアネートという成分は、わさびや大根にも含まれている成分で、体にいい効果がいっぱいあるんだぜ。からしでヘルシーになりたいわ。からしだけに減る。アリルイソチオシアネートには抗菌作用があり、食べ物を腐敗させる細菌の増殖を防いでくれるんだ。そんなわけで食中毒を防いでくれるんだ。冬はおでんや肉まんにつけて、夏はお弁当の中に入れるわよ。アリルイソチオシアネートは揮発性の成分であり、昨日作ったからし料理だと多く揮発して少なくなっているので、抗菌作用の効果が低くなるんだ。なのでお弁当のおかずにちょっとからしをつけておくとお弁当の中で揮発して抗菌作用を発揮してくれるな。次の効果は食欲増進作用だぜ。アリルイソチオシアネートの辛い刺激によって舌や胃が刺激され、消化器官が働くようになるんだ。それで食欲増進しちゃうのね。いっぱいからしをかけちゃうわよ。辛すぎて大変なことになるんだぜ霊夢。さらに辛い刺激によって唾液や胃液の分泌が増えるんだ。その結果食欲が増進されるだけでなく、食べたものの消化吸収も良くなるんだぜ。いっぱい食べる人にはからしがいいのね。次は血管が詰まる病気の予防だぜ。アリルイソチオシアネートには血小板の凝固に関するタンパク質の働きを低下させるんだ。血管が詰まる原因に血小板が一箇所に集まり固まってしまうことが挙げられるんだ。アリルイソチオシアネートには血小板が集まり凝固するのを防いでくれるので、血管が詰まる病気予防にいいんだぜ。とにかくからしは血管が詰まらないようにしてくれるのね。からしで血液カラカラよ。カラカラじゃなくてサラサラなんだぜ。次は抗がん作用だぜ。アリルイソチオシアネートには解毒作用があり、この作用によって発がん性物質を分解してくれるんだ。そんなわけで正常な細胞をがん細胞にしてしまうのを防いでくれるんだ。がん予防になっちゃうのね。日本人はがん患者が多いからからしを食べないとね。確かにそうだな。それでアリルイソチオシアネートは熱に弱い成分で、加熱してしまうと辛味だけでなく健康効果も減少してしまうんだ。じゃあからしは加熱しない方がいいのね。あ、よく考えたらからしってそのまま使うことが多いわね。そんなに気にする必要はないかも。確かにそうだな。からしはそのまま使ってほしいんだぜ。それじゃあ早速使うわよ。なんだ霊夢、この量のからしは？だって納豆にからしはあんまり好きじゃないから取っておいたのよ。節約上手でしょ。さあ今日から毎食からしドレッシングサラダよ。サラダもいいけど毎食だと飽きちゃうわ。それなら魚に塗るなんてどうだ霊夢。魚にぬるぬるするの？最後のアリルイソチオシアネートの効果は臭みを消してくれることなんだぜ。アリルイソチオシアネートにはトリメチルアミンという、魚の臭み成分を減少させる効果があり、このおかげで魚が食べやすくなるんだ。
塗るときはからしをからし味噌にして魚に塗るだけなんだ。そして焼いて完成なんだぜ。そうね、塗り塗りよ。でも焼いたら臭みとともにアリルイソチオシアネートの効果も消えちゃうわ。それなら霊夢が貯めている納豆のからしを焼き上げた魚に再度塗るといいぜ。そうね、これで健康的なからし味噌の焼き魚よ。また用からしのパラヒドロキシベンジルイソチオシアネートも同様の効果があるから使ってほしいんだぜ。次はからしの保存方法について解説するぜ。からしのアリルイソチオシアネートは揮発性なので、チューブのからしは使ったらちゃんと蓋を閉めて冷蔵庫に入れるんだぜ。未開封のチューブのからしの賞味期限は6から12月、開封済みは3ヶ月ほどなんだ。からしはアリルイソチオシアネートの抗菌作用によって賞味期限が過ぎても使えることがあるんだが、辛さや風味が薄くなっているので、美味しく食べるために賞味期限以内に食べてほしいんだ。私は1日で使い終わるわよ、からしごくごく。からしは腐ると、変色、カビが生える、変な匂いがするなどの変化が起こるので注意なんだぜ。そして納豆に付属されているからしは冷凍保存することができるんだ。そうなの、長く保存できるなら便利ね。冷凍すれば半年も持つので、納豆のからしを使わない人は冷凍保存して、他の料理に使うときに解凍して使ってほしいんだぜ。それじゃあ早速熱々おでんにからしをたっぷり。霊夢かけすぎなんだぜ。大丈夫よ、これはマスタードなんだから、今日はマスタードをおでんにかけて冒険よ。まったく霊夢は食べることに関してはこれなんだから。ネバネバネッパネバー。あ、納豆の神様、おでん食べる？ネバババネッパババババネババネッパ、ネバババネバネバネバババネババ。マリサ、神様何言ってるの？美味しいからしをかけてやるんじゃ、って言ってるんだぜ。ネバー。あ、いっぱいマスタードがかかったわ、神様のマスタードよ。もぐもぐもぐ。あ、食べてしまったんだぜ。マリサ、これすごく美味しいわ、神様直伝の激うまマスタード。じゃあ、うるさいんだぜー。ネッパネバー。